僕らはさ何もつかない。ウェルビーイング、それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ、沖縄セルラーがお届けします。北谷町須那部の住宅街、夜の静寂に佇むブックパーラー品部の書家に優しい明かりが灯っています。奥さんのさゆきさんが昼の営業を終えた後、週に一度夜を担当するのは夫のゆうすけさん。結構バス自体が日中の割と限られた時間での我々は運行と呼んでますけど、運行なので、まあ、そういった時間に、まあ、来られないお客さんとかが、まあ、夜だったら仕事の後とかでもちょっと来れるというのと、あとは、まあ、やっぱりこの電気を電飾ですねつけた感じっていうのはやっぱ多少なりとも世の中に見てもらいたいっていうのも、はい、ありましたね。なんだろう、まあ、本屋やってて言うのもなんですけど、別に本を、ね、買うっていうことじゃなしに、ここに来て本を読む時間っていうふうにね決めてお越しいただくと、割と有意義な時間が過ごしてもらえるのかなというふうにも。本を載せた夜行バス。幻想的なバスの車内は照明も工夫して作ってもらい、遊び心にあふれています。ブルーバードっていう方のバスなんですけど、こちらちょっと見ていただけると面白いんですけど、バスのですね、バスのもともとあるスイッチをそのまま生かしてもらって、これをこう、まあ、バスの中の電気なんです。これで実際に照明がこう変わると。この分電盤なんですけど、ここの中にこういうふうに施してくださって、せっかくならこれ生かそうということで、この明かりの感じとかも、夜の感じでこのライトがこう照ってる感じとかもすごく雰囲気が良くて、なんか何時間でも入れそうな雰囲気です。夜に訪れる人のために週に一度灯るウェルビーイングなバスの古本屋さんです。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。